皆さんこんにちは。今日は十和田湖の湖畔に来ております。とても爽やかな日です。さて今日は単純接触効果のお話をします。単純接触効果、何回も見てるうちにどんどん自分の本能が好きになっていくというお話です。この単純接触効果は動物としての本能に基づくものと言われております。どうしても最初は警戒してしまう。しかし慣れてきて安全だと分かった瞬間に好きになっていく。私昔ウサギを飼ってました。ウサギにマリオを与えたところ、最初は全然触れようともしませんでした。怖がってましたけれども、慣れてくるともうマリから離れられなくなってきた。これが単純接触効果のイメージです。だから伝えたいことは相手の本能に届くようにシンプルに何回も伝えていく、これが大切になってきます。今日のお話はここまでにします。今日も聞いてくださり本当にありがとうございました。